続きましていきます。大人気特別コーナーです。毎回ハワイに関する特定のトピックを深掘りしてご紹介しています。今回は今見現地村井さんと行くウキウキビキホノルルコトリップと題して、旅行留学のさまざまなシーンで大変便利な自転車シェアのビキを徹底的に体を張って掘り下げてしまいます。実は村井さんに内緒で直前にお題を出しているんですね。そして以前登場してくださったあの素敵なヨガインストラクターの真央さんがお付き合いくださっています。ありがとうございます。どんな旅になるかご覧ください。おはようございます。イーマミーハワイの村井です。本日はですね、先日ご紹介させていただきました、ヨガの真央先生にも来ていただいています。まあ、今日はですね、ビキに乗るということで、来たんですけど、何も聞いておりませんし、どうなのか分かんないんで、十何年自転車は乗ってないんですが、ぜひ、楽しくドライブしたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。今日はミッションが来ているということで、こちら今いただきました、ワイキキビキ企画、村井にバイキに乗ってもらい、以下の漢字にちなんだ場所に可能な限り行ってもらいます。おお、このような漢字の文字が入っていますけれども、まあ、各漢字のポイントにインスピレーションがあると、そこをどこに行くか伝えず、まあ、もちろん我々も分かんないんですけれども、各ポイントにいろいろ行くというようなことになっているようです。寒いですね。はい、じゃあそこに行きましょう。書いてありますけど、まあ、アクセプトにしましょう。で、このクレジットカードですね。はい、それではですね、波、というところをまず選択しましたんで、少し雨が降ってきましたけれども、行きたいと思います。真央先生、お願いします。行きましょう。はい。こちら、今波のところに来ました。見てください、後ろちょうど波がね出ていまして、サーファーの方がね結構いますね。いい波で、うん、サーフィンの先生である真央さんはもういい波ということで、私はねサーフィン全然やったことないんでよくわからないんですけども、はい、まあ見ればねすごくなんか乗りやすい波なのかなというふうに思いますけども、こちらなんていうところですか。アラモアナビーチですね。はい、アラマービーチ。皆さん覚えてますか？ここでヨガやった。昨年ですね。今年だ。もうヨガのヨガインストラクターとして来た時にね綺麗でしたけども、まあこのまだ午前中、こういうまたね違った姿を見ることができていいなと思います。はい。はい、では、こちら終わりましたら次のところに向かおうと思うんですが、マオさん次はどこ行きます？次は。さて、これからどこに行くか、皆さんも想像してください、はい、私たちの考えている市というところに行ってみたいと思います。はい。
こちらあのイオラニ宮殿ですねとなります。こちら、まあ、中に入っていくツアーもありますし、ハワイアンキルトの、クラスがですね昔はやっていたんですけども、はい、コロナの影響でちょっと今はやってないんですが、近いうちに、状況も良くなってきて、復活されるのをね、皆さんこの待ちにしています。はい、でこのカメハメハとイオラニ宮殿というのはだいたいセットで皆さん回ることが多いですね。で中に入って撮影はできないんですけど、外から写真を撮るだけでもだいぶハワイ感が出ていいですよね。そうですね。じゃあ次は買い物を買う。あんまですね、両方をちょっと探ってみたいと思います。ショッピングセンターメイシーズ前に来ました。ついにですね、制覇としましてショッピングの会というですね、ショッピングの方、こちらでね行きたいと思います。はい、そしてこれからちょっと甘いものを買いに行っていきたいと思います。今ココパフを買いにリリハーベーカリーの前に来ました。早速買いに行きましょうか。はい、お願いします。そうですね、こちら、ステーキロールという、美味しそう。はい、玉ねぎを、お肉で、薄いお肉でね、巻いてガーリックチップをやってご飯という、こういったセットです。結構このラナイのこちら、ステーキロールは有名なので、ぜひ、試してみてください。はい、で私はソウルミックスで、プルコギのキンパ と、フライドチキンを買いました。美味しそうですね、これもね。はい、はい、ランチブレイクが終わりまして、次最終のところですね、屋形、こちらの方ですね、目指していきたいと思います。はい、あのラナイというね、フードコートでしたけれども、まあ、今はちゃんとワクチンカードをね打ったという証明がないと中で食べることができないんでね、そういったところもねご注意の上、いろいろねあの州によっては違いますけれども、はい、ハワイはまだまだ厳しい感じですね。Thank you.
ついに、こちら館ですね。館、最近リニューアルしました最高級ホテル晴れ倉に、の前に来ました、はい、これで全制覇しましたね。村井さんありがとうございますもう本当に十何年ぶりの、まあ、初めてビキニ乗り、十何年ぶりの自転車で全く真央さんに追いつかず、20馬身ぐらい離されながらもなんとかここまで来ましたが、明日ではなく明後日の筋肉痛が怖い、この頃でございます気持ちよかったです。そうですね、はい、非常に、まあ、今は晴れてきましたし本当に、すがすがしい、気持ちいい、楽しいバイクを経験できました。ハワイならではそうですね、はいはいはい、ぜひ皆さんもね、こちらに来られた際には、非常に簡単に使いやすいですので、はい、ぜひご利用いただければなと思います、はい、どうも今日は本当にありがとうございました、はい、ありがとうございます